マイヤー・ウィッツ家の人々は、ノア・バームバック監督、脚本による2017年のアメリカ合衆国のコメディドラマ映画である。アダム・サンドラー、ベンス・スティラー、ダスティン・ホフマン、エマ・トンプソンらが出演する。第70回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映され、パルムドールを争った。2017年10月13日よりネットフリックスで配信が開始された。 カッコ内は日本語吹き替え主要撮影は2016年3月7日よりニューヨークで始まり2016年5月9日に完了した。イエーリンカキッサという別題でも知られる。2017年4月ネットフリックスが配給権を獲得した。ワールドプレミアは2017年5月21日にカンヌ国際映画祭で行われ4分のスタンディングオベーションを受けた。 オオクジャ、オークジャと共に、ウェブ配信の作品としては初めて出品されたものの、フランスでの劇場公開が確約されなかったことによる、現地工業会からの反発や、審査委員長を務めた映画監督のペドロ・アルモド・バルが、記者の質問に対する形で、個人的には、劇場公開される予定のない映画は、最高賞パルム、ドールのみならず、他の、 どんな賞を受賞するべきではないと考えるとの発言をするなど大きな波紋を呼んだ。アルモドバルは後に自らの発言を撤回し公正な審査を行うと宣言した。主催者側はコンペティション部門に出品される作品はフランス国内で劇場公開された作品でなければならないという規定を来年度より適用すると発表した。 2017年10月13日より配信が開始された。アダム・サンドラーの演技は評論家に賞賛された。カンヌ国際映画祭でのプレミアは好評であり、バームバックの脚本と俳優たち、特にサンドラーとホフマンの演技が賞賛された。レビューアグリゲーターのロッテントマトズでは41件のレビューで、支持率は88%、平均点は7を 銃であり、マイヤーウィッツ家の人々は、脚本、監督ののアバームバックホロニ苦いレンズと素晴らしい、キャストの印象的な努力を通して、家族のダイナミックさを観察しているとまとめられた。またメタクレッティックでは14件のレビューで、過重平均値は77、100で、おおむね高評価と示された。バラエティのピーター・デブグラはこれまでで、最高のネットフリックス映画であると評し、 サンドラーの演技を称賛した。ありがとうございます。